ちゃんこっち向いてえ赤いマイナあれ言う？あ、そっか。あ、そうやな。ランドリーに行きたいんですよ。別に大丈夫ですね。なんかすごいこと言われるのかなと思って。なんかすごい、もう今ドキドキした。いやいや、何言われるかなと思って。恐ろしいですね。やっぱり21ありますか？言うんかなとか言うのかな。すいません、Lスタジオ、LINE 録音お願いします。インドリア。スイートソウルショックマンっていうのは結構、まあ、自信があってというか最初にお会いするのにこの曲で合わしませんかっていうのに言いやすいんで、で、まあ仮にライブやって何回かちょっと、まあ、思い出が残せたらというか、まあ、ちょっとずつ個々のバンドでそのオリジナルはあんまり被らんようにしていきたいなっていうのを思ってるんで、イレブンスフロアはここでしかやってないのか。そうやな、だから、まあよそでもちょっと、ちょっとお借りしようかなっていうのはまだまだ、できるとは思うんやけど、まあ考えてるのはだからフェイクチョップマンセットソウルっていうのは後々にはやっていきますけど、一旦はちょっと保留していくかもわかんない。なるほど、はい、で、その、他の曲と入れ替えてその
ここの色を出していったらいいのかなって思ってます。結構さんと対話するタイミングがありますよ。あ、まあ、当然そうですね。そういうのは楽しいですよ。なんか、なんか忙しいし、やっちゃう？でも、そのマザーだけ。ああ、練習をな。うん、だから。体育じゃん。ボーカルはもう何べんも何べんも楽しかあれやと思うんで。Thank you.
それがね、うん、分かりました。じゃあ1曲、お願いします。でも、今日行きそう。ちょっと、ノーマルヒップとか出んな、綺麗に。最高。え、なんとなくか。Hey!
りがヘッドステッキンゴーイゴーバラジャズマンレイユアステイクバッテンバンジーアンゴーバッチンゴーバッチンブレキンヤスタチュアチュアンゴーベンブヤスマチュタチュカウナジャズルラブ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 ラI'm not sure.
これで多分大丈夫です。あ、はい、あと、バランスだけ。はい、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 お願いします。じゃあ、もうこれどうですか。あ、そうね。ああ、すごい。まあ、多少だから、バラバラになるかもしれないけど。あ、そっかそっか、僕もされてないかも。Thank you.
私の最後のコーラス入ってから4回クラスでなんか見失ってさ、何回やんだっけ今みたいな。そうや、あ、じゃあ私は LINE 撮りにちょっと響いちゃうかもわかんないですけど結構あ、そうなんだ。まあいいんじゃないですか、I'm gonna go.
I'm not sure if you're too
Thank you.
Thank you.
ハモフリックス。オッケー。分かった分かった。この曲ちょっと分かってきました。今？はい。はい。まだ分かってない。もう一回お願いします。はい、同じところからお願いします。Thank you.
Yeah.
やばい、すごい、一瞬服脱がせたい全然大丈夫、はい、あと20分、ちょっと見てここに見てもこの方やらしいから汗、ちょっと汗ですね。汗が。これはやばいですね。興奮した。興奮した。しゃべりますね、これ。もう。I'm not afraid to die.
Thank you.
やばい、やばい、やばい。以上です。ありがとうございました。え、もう聞かせていただきました。やばい、やっぱり。だいぶ遊びましたね。めっちゃかっこいい。今日は変わるから。ジャージーにウォーキングにちょっとまさかの思い切り潜入してまさかの。やっばーシンクルにしたいシンクルシンクルいつの人昭和の人のぞみちゃん、シャンク良かったな。ブヤソン今のでいこう。いい、ね、バッチリ、うん、いい、今それでいこう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はなんかいろんなジャンプができて、ね、遊びましたね。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。いや、すごいした。次は新しい曲が楽しみやな。あ、いいね。はい、結構しっかりとしたいぞ。3年の決めました。昨日は僕に機嫌かだご機嫌かだな。寄せ集め、そう、なんかの、あ、これ、直さん、あ、ついつい、あの、
歴史上の人物の名言を集めみたいな。あ、そうそう、ウィキペディア。カタオケとかなんかね。曲のタイトル。あ、曲のタイトルは。フルにユーロビートからパッてます。ユーロビートなの。ユーロビートっていうところがまたいいセンスしますね。いや、僕結構変えてましたよ。え、うせやん。パラパラとか。あ、そうか。パラパラの時代なの。そうなんです。パラパラの時代か。長州小力の時代。あ、その辺、その辺。ちょうど僕は同時にイニシャル D も流行ってた。イニシャル D っすね。イニシャル D めちゃくちゃユーロビートの話。イニシャル D。それも流行ってたんですか。流行ってましたね。もう俺イニシャル D が入ってるとか落ちたんですよ。36です。36。はい。それはこっちも。いやいやいやちゃうか。だからもしかしたら。出すわよ。お父さんお世話になります。いや、どうぞ。お父さんお世話になります。いやこんな息子はいいな、嬉しい。いやいや、とんでもないです。自慢するわ。いや、こんだけもう、ほんま遊んでもらえて音楽ありがたいです。いや、めっちゃ、めっちゃよかったな、今日。L スタイルやん。ここいいっすね。L どうです？でも。僕は割と好き。クリスマスのやり方は、ここで弾いてたし、うんうん、楽しかった。楽しかったな。まんまはやっぱり聞きづらいですか？いや、音はちっちゃいかなと思って、ここで言ったら自分の音しか聞こえへんから、でかいかなと思って、ここで弾くとやっぱり、で、ここで弾いたり、そこで弾いたりしたら楽しい。メインボイスが、僕、左側にギターとベースの人がいるから、モノラルなんですよ。そうやな。なんかブス位置変わってたの、昨日言った。うん、ブス変わりました。逆向きだっつって、ドラムが。逆向き、全く逆向き。どういうことなんですか？だから先生が今までこう叩いてて、ボーカルが前にあって、ピアノがこっちにあって、ギターとベースやったのが、ドラムの向きがもう、まるまるこっち向きになって。どういうこと？広い、下のドミジャンも一回入ったな。そうですね。大きな部屋。このバンド2回ともあそこやったけど。じゃあ。ね。あっち向きはこっちの方がいいかな。あ、アンプが。なあ、ベースがかなり聞こえやすかったのもありますね、今日。12番がすごいやりやすいんですけど、まあ、弾いたらそこ取るようにはしたいんですけど、なかなか。12番っていうのは1枚入ってる。え？違います。違うと。12番。多分11じゃ1回も入ってへんちゃうかな。そうです、このバンドでは、まだ、ケイコさんがいつも強くなってる。あ、そうそう、ケイちゃん12が1。自分なんかも。え、すごいっす。あ、ちっちゃいやつをその音をこのちっちゃいので作ってこっちに流す。あ、なるほどなるほど。そんなこれも4分の1しかないんですけど、これの半分ぐらい。うわ、へえ。しっかりしたうちのこれスティックだけで。先生、ドラムって終わったらシンバル下げといて、はい、あれなんかすねおかしやったら、そのところまでしてたらもうスタジオの人泣きますもん。あ、そうなんや。あ、やることないんで、ね、最近ちょっと叩くことがあったりする。どうやって叩いてるんですか？そやで、先生うまそうや。そやで、この間ちょっとバッチ叩いた。え、いいじゃん。いや、まだ合わせて、かっちゃんがベースのあれを見たりとかするときにちょっと強めに叩いてとか言われて、なっちゃってドラム。いやいやいや、またまにまにいや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 。なんでそんないろんな楽器やってるの？でもゴースさんもドラム、エクスジャパン叩くでしょ？エクスジャパンやるかい？そんな話が出てましたね。エクスジャパンをやりたい。歌に買おうかなとか言って。ツインペダル入り口。そうそうそう。珍しい人。大好きや。そうだ。なんかね、そういう目標がある方がやりやすいですね。なんとなく上手くなりたい人が一番困るんで。ああ、そっか。困ると言ったらあれですけど、何しましょうってなるんですよ。ロック好きですかって言ったら、そっちに年間進んでもらったりする。なんか叩きたいみたいなね。そうですね。なんかええ感じにしてくださいって言われると。一番困る。そうですね。一番いいのは誰か見たいっていうのがいいじゃん。わかりやすくてすごいですね。僕は東原力也っていうのがいるから。ああ、もう、X ジャパンのこっちなんですか。X ジャパンはメジャーな感じで、ちょっと、本番は東原力也みたいに、こう、連れて行きたい。ああ、すごいとこ持ってるの。
確かにね。マーシャルとかは癖やった。 CD とかあるかな。 CD と2人は思うかな。あとビデオだけ。ありがとうございました。ありがとうございました。運動になりました。